陸上自衛隊では各部隊の中核を担う人材を育成するため、毎年全国から選抜された射撃の精鋭たちが小山町を拠点に訓練を重ねています。今日は訓練の集大成として小銃を使った競技会が行われ、隊員たちはさまざまな体勢から100メートル離れた的を狙っていきます。今回は初めて一般にも公開され、訪れた人たちは隊員の技術力の高さに見入っている様子でした。この競技会は30日まで続き、小銃のほか機関銃など4種類で腕を競います。